あんた何妄想してんのよ。特に何も。嘘だ嘘だ嘘だ。変な笑い浮かべてたの。あんた今ものすごい変態妄想にふけてた。しっけーな。見ることもできん人の頭の中に勝手な文句をつけるな。男那須総一、誓ってそんな妄想などしてはおらん。本当？任せろ。とにかく私ちょっとやんなきゃならないことがあってさ、それでトラブルかもしれないの。そん時お力添えが欲しいわけ。やんなきゃなんないトラブル？あのね、また終わってから教えてあげる。なんだよ、もったいぶりやがって。で、どうなの？その辺。まあ、人殺しでもせん限りは助けてやれると思うけど。あ、そんなことは全然ないから大丈夫。本当かよ。お前ならやりかねんからな。どうなんだと思ってるのよ。この純真無垢でおしとやかなスーパーレディをお前にして。スーパーでよく買い物をする人のことか。というわけでサンキュー総一。さすが、いざとなると頼りになるわね。チッ、頼りにするっていうより揺すってんじゃねえか。悪い声出すな。気色悪い。ま、コーヒーおかわりもらおうか。マスター、これおかわり。あ、おい、ちょ待て、俺時間があんま。いいじゃんいいじゃん、ゆかり優しいから2時間でも3時間でも待ってるって。で、待て、なんで俺がデート中だって知ってんだ。ゆかりもあんたも隠し事できるタイプじゃないんだって。でもゆかりもハッピーよね。こんな頼りになる彼氏ができたんだもんね。ね、なんだよ、普段言ってることと全然違うじゃないか。さてはお前、俺に惚れてたな。そうだろうそうだろう。なんたって。は？嘘。冗談よ、本気にしないで。ってなことで、そうなったらよろしくね総一。ああ、あんまり無茶なことはするなよ。お前なんかどうでもいいんだが、お前の弁当は惜しいからな。そう？だってもう私なんかいなくたって、これからはずっとあんたのスイートハニーがちゃんと作ってきてくれるじゃん。困ったらどんな些細なことでも言えよな。できるだけの力にはなるぜ。日本国首相、いやアメリカ大統領にできて、お前にできないことはないと考えてくれ。たく、後でゆかりに言いつけとこ。それだけはご勘弁くだせ、お姉官様。冗談だよ。で、どこまで行ってんのよ、二人。知らん。
隠すな隠すな。いいことやってんのか。やってないやってない。わかった、あらぬ誤解を招かぬよう正直に言おう。キスまでだ、キスまで。するようなことじゃないだろう。キスごときで。だってキス？そいつとゆかりがキスだよ。まあ。うわ、どうしよう。明日から私二人の顔見れないよ。なんなんだよそりゃ。やっぱ都会の子ってば進んでる。お前どこの子だ。ゆかりのんびり屋のふりして意外と積極的なんだ。それは認める、それは認める。じゃあもっとすごいことしてんじゃないの。二人でねえ聞かせてよ、そいち、その辺のこと。また今度な。ダメだよ、そんなの。ねえ、ちょっと、マスター、おかわり。んな、何杯も飲めるか。本当にいいのか、ゆかり。ここは嫌な記憶が蘇ってこないか。総一くんは？いや、俺はああいうのはいつものことだから。どっちかっていうとゆかりに迷惑かけたのがちょっと辛かったけど。迷惑なんかじゃないよ。あれを迷惑って言わずに何を迷惑って言うんだよ。だってあれは総一くんのせいじゃないもん。けど俺と一緒にいたから。だから助かったんだよ。総一くんが助けてくれたの。それは私には素敵な思い出です。人が自分のために何も恐れずに戦ってくれる、そんな光景を目にできるなんて、私は幸せな女の子です。ゆかり。一生懸命戦ってくれるのは総一くんなのに、そんなことのんきに思ってちゃいけないね。ごめんなさい。いいって。私は幸せです。今日も楽しかった。ゆかり、一緒にミックスジュース飲んでくれた。うん。時計一緒にたくさん見たね。素敵な時計、モニカさんの。
ああ、素敵だったな。一緒にお弁当食べたね。うん、うまかったぜ。嘘、あかり。一緒にクッキー食べたよな。うん、一緒に食べました。ゆかり、一緒にゆかり、どうして泣いてるの？私と一緒にいてくれますか？何言ってんだよ。今一緒じゃないか。ずっと。ずっと？当たり前だろ。本当？ああ、約束する。ずっと一緒だよ。約束。なんだよ、俺がどっか行っちまうとでも思ったのか？え？まあ、俺の仕事は少々危ないこともあるけど、心配はいらないって。俺はゆかりがいるところにちゃんと帰ってくるから。一度もないもんね。ああ、任せろ。俺が一緒にいると言ったら嫌でも一緒だ。はい、安心しました。寒くない？してたいね。俺も。ゆかり。うん。
いろいろしなきゃならないことがあるの？ああ、残念だけど、一緒にいたかったけどな。私だってそうだよ。私だってずっとずっといたい。一緒に一緒にいたいよ、一晩中。ゆかり、ごめんなさい。いや、悪い。俺もごめん。私が、俺が、総一くん、お利口さんだから我慢してね。うん。その代わり、明日また会いたいです。ああ、いいぜ。よかった。約束だよ。ああ、どこに、何時にする？場所は学校の校門前。時間は夜の8時。夜の学校？はい。いや、そうしよう。夜8時、学校校門前。はい。約束だよ。守るよ。遅れたらごめんな。許しませんよーだ。では、総一くん、帰ります。駅まで送るよ。いいよ。ここで、離れられなくなっちゃうから。ああ。バイバイ。うん。君こそが最高のデザートだよ。なんつってな。で、はい。驚かすなよ、リサ。今のあなたなら小学生でも可能よ。人の心を簡単に読まないでくれ。それも小学生でも可能。さいなあ。だよ、ゆかりの手から俺を奪いに来たのか。色男はつらいね。当たらずといえども遠からずね。うん。エンタープライズ加賀美入校。
明日正午。来たか。鏡側の予定表入手。見る。愚問だね。4時からのトップシークレット、それがポイントね。素敵なゲストも来るわ。ゲスト？基地上げての警備体制でお迎えするのは世界屈指の巨大財閥の王さん、高村総帥が鏡に。これは結構大ごと。どうする？決まってんだろ。世界中を巻き込んだ悪巧み、一部始終を聞かせてもらうぜ。いいの？愛しのゆかりさんとデートは？なめんじゃないぜ。んなミッションぐらい朝飯前のジョギング前にやっちまう程度のもんさ。待ち合わせに遅れるような無粋な男じゃないよ。あまり甘く見ない方がいいわよ。犬がいる。望むところだ。お板にたっぷりお仕置きのチャンスだね。私の話、そんなに簡単に信じていいの？罠かもね。キツネは強い方につくだろう。すごい自信。自信じゃない、事実だ。見せてやろう、愛の力を。はいはい。油断するとすぐペースに巻き込まれるわ。リサもいい線いってると思うけど。ではまた。オーケー。困った時にはまた助けてね。アデュエディ、聞いたか？もちろんだ。来たね。大波が押し寄せてきたね。エンタープライズ、カガミ、ダイゴ、リサ、それに高村、そして我らがナシティボーイ、オールスター勢揃いだ。ただではすまんぞ。基地のセキュリティシステムと見取り図だ。一応クローズネットの ID とパスを一揃え用意した。サンキュー。さすが、仕事が早い。誰のナビだと思ってんだよ。オラッチはアパッチ出すかい？ホーネットに撃墜されて落とされたいか。歩きだ歩き。つまんね。はしゃぎすぎだって。地下核シェルターじゃ特注ヘルファイアだって通じない。そりゃそうだけどよ。いつかまたアパッチが大活躍する時も来るさ。いける。問題はシェルター内部だな。こっちから支援しきれるかどうかわかんねえ。援護はいらん。中での決着は俺がつける。単独で密室戦か。やばいって。
大吾は強いぜ。あのジジイだって何しでかすか分かったもんじゃない。それに狐は多分味方、少なくとも敵には回らない。理由は？かん、最近女心がちょっとずつ分かってきた。はいはい、まそれはそう思い込むとしても、あのジジイ不安なんだよな。絶対何か一癖二癖持ってやがるぜ。まあただものではないのは確かだが、不安定ファクターばかりにビビってても始まらないだろ。こっちの出せるカードは決まってんだ。あとはガツンとぶつかるしかないさ。ま、そうだな。よし、ぶちかましますかね。なんとかなるだろう。鳴き声が聞こえたら飛び込んできてくれよ。はいよ。ん？なんだよ。かっこいいじゃん。今日の総一はさ。当たり前だ。俺はいつだってかっこいいの。男の顔ってやつかな。いい顔してっつ。なんだよ急に。気持ち悪い。いや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 。ま、俺っちの気のせいかも。だろうよ。俺はまだまだ子供さ。お、帰っておねんねかい。今日は疲れたろうからな。じっくり眠りなよ。いや、もう少し手伝うよ。マスター、いつもの。待て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 。マスター、いいよ、いい。おめえは明日があんだ。早く帰って寝るんだよ。けどさ、疲れ果ててると帰ってからゆかりちゃんのお相手ができないわよ。肝心な時にグースカピー、嫌われちゃうぜ。な、俺は別にそんなこと。にゃははは。どんな不測の事態にも準備万端、これこそ一級のエージェントってなもんだ。ほら帰った帰った。分かった、そうするよ。あのさ、出た。あー、うんなら明日明日ぐんない。エディ、おやすみ。あいつ大きくなったな。俺っちも負けてらんねえな。
これか。闇の密談を地下深い穴蔵でか。お似合いだぜ。何でも人の思いが詰まったものをコレクションしたいとおっしゃってるそうです。こちらモニカコレクションだったことをお聞き及びになり、そして至高の工芸芸術品エキストラムーブのジャック・リムルトのトゥールビヨンだもんな。人類の英知と思いと愛情とか満載だ。